今日も進めてまいりましょう岡崎さんのニュースコーナーですはい。あのー、毎月勤労統計というのを、はい、去年ぐらいからうーん折に触れて説明してきたと思うんですよ、はい、で折に触れて説明するときに日本の毎月勤労統計はちょっと変わってるからっていう話をしたと思、ね、そうんですね日本の場合は時給という概念がないという話をしましたねあと日本の場合はボーナスが結構動くあるいは日本の場合は圧倒的に残業代が伸びたり縮んだりすると でえー、今週ですね、うん、ようやく2022 12年月の勤労統計データが出たんですね、はい、つまりこれで1月から12月まで出たので22年1年間日本の勤労者、えー、サラリーマンたち労働者たちはパートさんも含めて1年間どれだけもらったのかのデータが全部揃ってでようやく1年間の時給、えー、海外アメリカとの比較ができるウェイジというものが計算できるというのが。 やっとまあ準備が完了したんですよで新聞にはですねこんなふうに出たと思います日本の賃金が2022年は2.1%増加したとめでたいことだと特に12月のボーナスが頑張ったとだけど22年は1年間でインフレ率が3%増えたとだからさっぴき実質で見たらマイナス0.9で手取りは減っていたというような感じの、はいえー、報道だったと思うんですが。 話はここからです。ここを伝えたいんじゃなくて、はい、これを分解していこうという話です。まず、こんなグラフからいきましょう。えー、っとですね。 この紫色の棒グラフ見てもらえますかここですね2022年ですね、はい、この全体これが2.1%ですはい、えー。新聞ではこれが報道されていますこれが1年間の現金給与1年間にボーナス残業代、えー、基本給全部含めてどんだけ払われたのかというのを1年前の,その21年と比較すると2.1%増えていたということです、うん、これあ10年間のですね増えた減った増えた減ったというので大きく減っているのが例えばここは2020年ですねはい。 2020年は主にこれはボーナスと残業代が減ってるんですね正社員の方はあ、えー、もう少し高い数字ですね、ええ、でパートさんも高い数字ですしかし繰り返しますがこれは本当のところ時給ではないんですよん時給ではな,い、うん、なぜかというとこれ払った全部ですからつまり残業してもらいましたとか、はい、そっちがあるわけですねだから今度は時間を見なきゃいけないんですよ 2 2年日本の労働者はどれぐらい時間増えたか減ったかというとこんな感じです、えー。ここを見てもらいましょうパートさんのところの2022年パートさんのところの<ー>、えー、労働時間はは増えてるんですよ今年は忙しかった、はい、だからパートさんの、えー、年収が増えている。 えー、賃金が増えてるように見えるけども、もそれは残業のせいなんですよね。うん、働いてるからその分増えたってことです、ね、だから、別に。それはあの賃金上昇率という意味ではないということです。で、うん、正社員なんかはあまり変わってない感じですね。で、むしろえー、っと正社員さんなんかで言うとですねえ。21年去年残業が多かったと、はい、えー、労働時間が多かったという。こんな感じです。で、残業代、残業はこんな風に減ったんですね。 というわけで今回、えー、数字が出揃ったので今お話ししたです、ね、現金として払われた総額を、えー、働いた時間で割って、えー、時間給というものが出てきますそれで見ると1年間の伸びはどうだったかというとこんな感じですここ見てくださいパートさんが1.5%正社員さんが2.2%ですね だけどこちら10年間の棒グラフで取ってるんですけれども、はい、えこの表でですね言いたいのは賃金というのはですね日本の場合そういった残業代とかボーナスとかでぶれますので単年度で見ても 景気が良かった年悪かった年忙しかった年暇だった年でこうぶれちゃうんですよだから賃金が上がってきたかどうかっていうのはやっぱり10年間ぐらい累積して追っかけなきゃいけないんですね、うんはい、で10年間の平均値毎年毎年の上昇率を10で割るとどれぐらいあるかというと全体では1.1%ぐらいずつほんとちょっぴりずつ上がってきてるのが日本の賃金ですで正社員がこれ一緒 デパートさんが逆に2%と伸びている。引っかかったのはここなんです。ちなみに日本全体っていうのはですね、えっ、ー、と労働者、勤労者っていうのが5100万人ぐらいいるのかな。 で 5, 万人ぐらいいるんですけどもこれ分かりやすいようにお料理っぽく言うと比率2対1です二対えーえー、みりんと醤油とか酒と水みたいなもんで <laughs>、はい、正社員が2対パートが1で、はい、1> だから、えー、要するに30人の会社なら20人が正社員で10人がパート3だみたいな感じで覚えてもらえば分かりやすいと思います2対1です、はい、1> で、えー、こちらがまあ10年間で1.1で1.1、えー、で2パーでここをちょっと今日は掘り下げていきたいんですパート3を掘り下げます 2対1の1のほうですね。2%, 2も伸びてきてる。うん、とここに引っかかったんですね。ええー、そもそもの時給をお皆さんにご紹介しましょう。時間給はこんな感じです。おお、徐々に徐々に上がってきている。上がってきています。で、青が全体で新聞報道は主にここなんですが、正社員になると2600円。 パート3が平均すると1,200円ですからやっぱ倍以上あるという,かという形ですねこれあくまで時給ですからねいいですか時時間間がどうのこうのののこじゃなくて時間あたりの賃金ですよで、えー、ここで見てもらうとここで緩やかに上がり始めているのが分かると思うんですがパート3の方はどうでしょう緩やかに2006年ぐらいからもう10年以上さっき2.2%と言いましたけども傾きとしてはずっと上がり続けて1,282円。 1000円を超えるところからだん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 こう確実に上がってきたという感じなんですね。さてこの1282円なんですが松尾さんあの130万円の壁って聞いたことあります,あそうです、ね、女性の場合は特に気にすることが多いと思いますけれども、えー、扶養者、扶養控除、はいえー、旦那さんがお勤め、まあ、奥様が勤めててもいいんですけれども、えー、世帯主、まあ、なんていうのかな扶養家族になるかならないかの話ですよね。あとこれも例えば えー、子どもの手当をどうするとか、時々ちょこ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 買うんですが、しかしに日本という国はずっとこの今の制度が始まってからこの扶養家族制度というのがあって、ある意味専業主婦とかその大黒柱があったとかっていうモデルをずっと維持してるんですね。んこんなグラフを用意してきました。んこれは何でしょう。パート従業員の先ほど言いました1600万人ぐらいいるパート従業員ですけども。はい この人たちの年収が一年間にいくら？九十三年からデータがあるんですけども、年収平均は昔百十二万円ぐらいです。じわ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 上がってきました。上がってきましたが、まだ百二十二万円です。百三十万円の壁は超えていないんです。一方で労働時間です。労働時間はこれまあわざと軸を同じにしたんですが、昔今から三十年前のパートさんは月に百時間働いてました。 今のパートさんは月に八十時間しか働いていません。うん、これはどういうことか、どういうことか想像してみてください。これ時給が上がってきたという時間を下げている、はい、ということは、百三十万超えたくないわけですよね。うん、そうですね。本当だったら百時間働いてもいいんだけども、扶養家族でいたいから今のこの補助を受けたいからと私は想像しますし、まあ、そうその想像が多分正しく。 正しいようにきっ、思いません。百三十万円の壁を越えないようにしようと思ったら、わざと労働を絞るわけです。そうですね。だけど、百三十万円で絞ってたら、昨今の。ガス代、電気代。うん、払えますかと。そうですね。とても賄えないという家庭も多いでしょう、ね。本当だったら、これ八十時間を、本当だったら百時間働いてもいい形に。うん、え、もちろん、例えば他の事情があって、あのお子さんを迎えに行かなきゃいけないとか。 えー、おじいさん、おばあさんの介護しなきゃいけないいろんな条件それぞれ人間は条件が違うと思うんですけどもしかし、もともと100時間働けてたのが2割減ってるんですよ、2割減って今、この130万の壁を守ってるってなんか変なような感じがするんですがただ、これもさらに調べていくとこの130万円の壁はごくごく限られた、限られたセクターだけの話になってるんですよ。どういいったセクターなんですか、はい、こちらのグラフを見てください、はい これは、えー、パート従業員さんの年収をセクターごとに分けたものです。はい、例えば電気会社ガス会社に勤めているパートさんはもうとっくに200万超えてますからこのセクターに勤めているパート従業員さんは130万円の壁はとっくに通り越してるんですよ。はい、あと製造業とか学術研究とか運輸業とかこういう大きな、まあ、大企業がひしめくところではもう150万円を超えるところまで一発のそれこそ まあ、新入社員に近いところまでパートさんの従業員は増えていますしかしいまだに130万円の壁を超えていないセクターがありますこれは、えー、調査産業経ってありますけども国全体で見ればこれ122万ぐらいなんですよでも不動産物品賃貸業これ127万円ぐらいです小売業生活関連サービスおそらくクリーニングとかですね教育学習関連塾とかですあと当然レストランこの辺りは全部130万円を超えていないんですよ 130万円を超えていない業種がはっきりと未だに残っていてこちらの方は超えていますじゃあ全体の割合でどうかというとこんなふうになります。 ああやはり飲食サービス多いですし、教育や学習支援といった今はその百三十万円の壁に突き当たってる人たちの方が多いということですね。そうなんです。百三十万円未満がパート従業員先ほど言いました一千六百万のうちの六十二パーセントで百三十万円の壁を超えた人たちは、えー、こんなふうにもう六百万人ぐらいいるわけです。一千万人ぐらいがまだ超えていないわけですね。はい、でさらにサービス業もいろいろありますが飲食であるとか小売であるとか教育であるとか。 このサービス業の一部に偏在してるんですよ。極めて一部に偏在してるんですよで。極めて一部に偏在していて、この方々が130万円の壁を超えさせないためにあえて労働時間を絞っている、あえて120万ぐらいにこう甘んじているわけですね。で本当だったらおそらくこの120万を140万にして150万にして、でそれこそ生活が苦しくなった分生活をまあサポートするような 所得があるはずなんですけどもこの制度があるためにここで躊躇しちゃってるっていうそれが日本国ですこれが日本の労働の現状なんですよでさらにその日本の労働の現状このバパートの従業員さんを分割してみましょう、はい、先ほど言いました130万以上の人たちの平均労働時間こちらです 130未満の平均労働時間はこちらですそもそも130万を超えてる人たちはたい100時間ぐらい今から12年前の話ですけどねこれぐらい差があってその130万を超えてる中でもやっぱり130万を超えたくない人がいるせいなんでしょうね1割ぐらいは減ってこんなふうになってます。こちらの方はもっと大きな2割近く減ってかなり労働を制約してるんですよ。労働を制約するといううのはこれで一応経済学的に言うと アメリカと同じで労働が制約されたらインフレになるんですよ賃金があるので、えー、デフレからの脱却にはプラスなんですよだけどよくよく考えたら家計にはマイナスですよね、はい、需要にはマイナスですよねインフレに負けちゃうんですよねこれ矛盾したことを2つやってるんですよねどっちが正しいのか一体これ誰が得をしてるのかと企業側は企業側で得をしてるとも思えないんですよもっと働いてくれたらもっと作れるのになとか あるいは、えー、もっと働いてくれたら例えばこっちの残業が減るのになってあるわけですね。で家計は家計でもっと働けばもっと収入が増えてでこんなふうに節約しなくても心配しなくてもいいのにあるいは教育費も出せるのにってあるわけですよね。で一体全体この130万の壁はいつまでどこまで続けて誰が取得してんのかわからないまま、うん、こんなふうに年収の推移です。国全体で見るとこの130万円の万を超えないままこう来て 飲食サービスはやっぱり低いままこんなふうにこのクラスですね教育とか学習なんていうのはこんなふうになっていてでそれぞれまあ年収ですから、えー、そのあのパートタイマーさんはパートタイマーさんでボーナスがあったりそれから労働時間の延長とか縮小があったりしてブレるんですが面白いことにその130万円を超えられないそのサービス産業の一部の中でも二極化されていて。うん 例えば教育学習産業に携わっているパートさんは、えー、時給が1,700円とか1,800円とかです、はい、そうでない飲食とか生活関連とか小売りとか不動産はほぼほぼ同じ値段なんですよこれもおかしな話ですこれ仕事によって時給は変わるはずなんですけどもこれ10ー一からげというか一緒に扱われてるわけですね。何かおかしくないかとうどうがおかしくないかとまあおかしいなと思うのは130万円の壁。 なんか日銀の差しの予定みたいなところですけどね <laughs>、はい、なんでそんなところに壁作ったんだとで130万円の壁を150万円にできないのかと170万円にできないのかだってどんどん生活が苦しくなってるわけで130万円だと、まあ、月に10万ぐらいだと足りなくなくってるわけでしょ例えば15万円しなきゃ20万円しない壁を作るんだったら壁の枠を超えていかないと書けば苦しい一方だし、ねはい、だったらいっそのことをこうやめちゃえば。 やめちゃえばいいんですけどもそうなると今度は得をした損をしたという問題があってえきれいなみんながほぼほぼ均等に所得に応じて段階的に税が税率が上がっていくっていう形にするには工夫が必要ですけどもあ、まあ、ちゃんどう,思うこれいや最低賃金が上がってるのにこのボーダーが上がらないおかしいです。だよねこれ、まああの 2023年はですね日本銀行が金融政策を正常化していかなきゃいけないとかデフレからの脱却とか大きなマクロのテーマでこの番組もこれからもお届けするでしょうし新聞とかでもこの非常に難しいいわば偉そうな上から見上げたような話が上からこう見下ろしたようなテーマが、えー、新聞史上ずっと続くと思うんですけど本当はここだと思うんですよ。 ここがやはり一番生活に密着していてこの問題をどうするんだとこの壁をいつ払うんだと払わないとしたらトリップ取っ払わないとしたらこの壁を150万にしないのか170万にしないのかそうでない限り家計というのはやっぱりもうこれ以上働いたら130万超えますからもう働きませんよって家計は厳しいままですなんていうそういう壁こっちはこの生活の壁ですね130万の壁が。 え収入のの壁壁それで生活の壁にぶち当たってくる企業は企業で130万の壁があるからえもっと働いてほしいんだけどなっていうところで躊躇してしまって逆に賃金だけ上がってしまうみたいなこういう現象になるでしまいに月に80時間まで減ったものがもう40時間になるとか十四時間になるとかこんなバカなことがあってもいけないと思うんですけどねそういう問題提起をしたくてですね結構時間かかりました。 という、そういうニュース項目でございます。うん、これ、百三十万円の壁があることによって、恩恵を受けられる人っていうのはどういう人だったんですかね。もともとは、もとは何ですか、ちょっとした内職とか、うんうん、ちょっとした家計を助けるみたいな。始めた時っていうのは、絶対良い制度だったと思うんですよ。はい、つまり、百三十万円もあれば、それこそ。 えー、家計が助かるとか、えー、それこそ、まあ、12で割ったら10万弱ですけどもね、まあ、78万家計に入ればそれで、えー、例えばテレビが買えるとか車が買えるとか旅行に行けるとかなんかそういうですね類のものだったと思うんですよ。うん、で同時にに、えー、万未満でもいいいかかからパートさんん来来ててくくれれなませんかということで日本はその比較的安くてそして良質な労働力を企業は。 手にすることができてえある意味デフレ自体には思いに企業の経営は助かったはずなんですよえ正社員雇ったら高いんだけどもパートさんで来てもらってでなんとか回しているとえ小売なんていうのはこれまあ大きなスーパーなんかほとんどがこういったパートさんの力で賄われているわけですよねで得をしているとしたらおそらくえ誰がというよりはあのデフレの時代に経営者はこのパートさんを百三十万円未満で 就業させることで大いに利益が出たと思います、うん、しかしインフレの時代が始まったと仮定してそして日本のインフレが確実に2%パーずつ上がっていくと仮定してその時に130万円がいつまでも壁であり続けることはこれ土台無理な話ですよねうん、うん、え今の質問に答えるとしたらデフレ時代の経営者には得だったという、うん、ことになると思いますただもう今時代が変わっていると、うん、そんな中で この政策いつまでやるんだという今日は岡崎さんのその課題意識をはい日銀だけじゃないですよと、はいうん、日銀だけじゃなくこれ財務省の仕事なんですかね国税の仕事なんですかねまあもっと言うと政権の仕事なんでしょうねこれ大事なテーマだと私は思います、はい。岡崎さんのニュースコーナーでした。